るから、こういう調子っぽい。おっ、変なやつに。ただ気持ちいいだろ。うん。ああ、この子注文はね、こういう空をかけるタコを見てたくましゅう。先生。はい。今日の着物は一段と綺麗ですね。ありがとうございます。着物だけはね。あ、いやいや、あの、とんでもないですよ。あの、着る人によってさらに美しく、これいいですね。蘭の花、花弁が、何やってんの。え、タコがよし、お任せしとけ。ほい、よいしょよいしょ、おしひこ、ほら、もう大丈夫だ。え、よかった、大丈夫みたいですね。どうもおかげさまで。あ、先生、はい、お客様なんです。お客、僕にですか。3年 B 組の生徒たち。この野郎も。あの野郎ってことはないでしょ。いや、せっかくの正月休みだというのに、もう入ったとしたらうるさいだけですからね。だけどその分可愛いんでしょ。そうなんですよ。ほらほら。あ、しかし何なんでしょうね、あんなかしましい小娘どもが。いいえ、来てるのはね、みんなニキビカメ、男の子ばっかりです。うわ、明けましておめでとうございます。9年中はいろいろお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ相変わらずよろしくお願いします。なんだか知らないけど、すげーこと言ってる。まるで年賀状じゃないかよ。お前、15にもなってこれくらいの挨拶ができないでどうすんだよ。さっ、2人とも入んなさい。ちょっとかわいそうに。先生、はい、電話見ろ。電話かってないか、お二人腹が立つ。あ、もしもし、俺です、沢村です。あの先生、そっちに星野行ってますか。おう、来てるよ。おい、教師。はいはい。教師から。俺たちお前、頼んだやつと今やっと連絡取れてさ、悪かったな。で、時間ないからさ、向こうで会おうぜ。うん、入り口で待ってる。ね、先生も一緒に行きましょうよ。いや、いいよ、俺は。どうしてた、海援隊だよ。なんだよ、その海援隊ってな。武田鉄矢って食品が知らないの。森進一だったら知ってるけど、それに先生フォーク嫌いだもん。あれもうしょうもねえな。これでも中学校出すんだよ。どうせまたあのギターガチャガチャやんだろ。違う、あいつ弾けないんだよな。ドタンソクでよ。あれ先生に似てるとこあるんだ。いや、先生な、こんなこと言われて、行こう。先生、行こう。いいよ、いいよ。行こう。先生、嫌だもん。早押しは嫌だもん。
来い。あんたどこへでも行ってきなさい。母ちゃんあんたのことは息子がおらんことになってもなあも寂しゅうなかよ。私は一つだけ言うとくかな。人様の世の中出たら、えつや、働け、働け、働けですよ。働いて、働いて、働き抜いて、休みたいとか遊びたいとか、お前そんなこと言ってんでも思ってみろ。その時は、その時は死ね。それが人間じゃ、それが男じゃ。お前のふるさとを捨てて花の都へ出て行く限りは負けたらつまらん。誰にも負けたらつまらん。輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい。あんたどこへでも行ってきなさい。今も聞こえるあの袋の声、僕に人生を教えてくれた優しいお袋。どうぞ。足の一不安なんですけど、ものすごい汗ですね。力いっぱい歌ってると結構汗かく。ああそうなんですか。いや私もっと歌詞ってのはもう不道徳なものかと思ってましたけども、それだからの迫力があるんですね。本当今日は感動しました。はい、どうもありがとうございます。どうぞお座りになってください。はい、どうもありがとうございます。これが演奏の時に使われるマーチだ。いや私こういったの歌謡ショーってのは今日が初めてのものでございますから。いやどうも申し訳ございません。いえいえ、来ていただいただけそれだけで嬉しいですから今後ともよろしく。いえ、とんでもございません。それからお疲れのところ大変申し訳ないんでございますけど、私中学校の教師をやっておりまして、その教え子のためにもしよろしければサインを。ああ中学校の先生ですか。それは大変ですね。いいです、やりますよ。どうぞください。やりますから。はい、どうもすいません。それじゃあ8名おりますのでこのプログラムに、はい、それからロビーですすがるし、こちらの大きい番を貸していただきましたもん。どうもすいません。これと合わせて9枚ちょっとサインをよろしくお願いします。はい、わかりました、やりますよ。それでも喜んで。いいでしょうか。伸びててくださ い, い, い。ああ、達筆ですね。早いよ。もう一時下げだな。本当に大事にとってきますね。一生懸命。いいもんだな、これは。バイバイ。どうもありがとう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 。先生、どの歌が一番気に入った？そうね、今日最高に良かったのは母に捧げるバラード。よし、じゃあ歩きながら勉強しよう。お前たちにとって、お前たちにとってお風呂とは一体何か。田村総理。パス。なめこのお着物は。で、九州は。なめぐりやー。あ、そうね、これ。次は。監視と突き、泣きょうといって、もう自動尻叩き。はい。なぁ。実はね。脅迫性教育促進会会長の文化あまりそうにない人すげえよ。おお、おめんちょはや。あ、うちは豆腐すー。おはようございます。おはようございます。まったく情けない奴らだな。あいつかちょろいんだよ先生は。一つや二つのコンサートね、そんなに感動することないの。そうそうそう、 LP なんか趣味に買っちゃってさ、だいたい金髪さんのね、一人あったっけ。あ、そうだったな。かな、ちゃんと悦子先生には聞かせてもらう作戦できてるんだよね。なんだお前さけてないな。お前たちはどうして感動を素直に感動として表せないの。それは情けないな。こういうふうに。あ、じゃあこちら近いからバイバイ。バイバイ。お母さんのことよく考えろよ、まあ、本当に。あれ、お前こっちだったっけ。
あ、いいじゃないの。ん、そういうわけにはいかないよ。興奮してるみたいだから送ってってやるんだよ。あ、それはどうもすいませんでした。どういたしまして、はい、先生だってたまには子供に帰る必要ないですか。うん、面白かった。今日か、楽しかったな。ほら、久しぶりに博多弁聞いただろ。だからもう体中の血がカーッと熱くなってさ、先生久しぶりにお風呂のとこやったよ。うん、やっぱ先生も人の子か。まあそういうとこですかね。うん、ねえ、先生のお風呂さんはどんな風に人生を教えてくれたの。いや、大したことは教えてくれなかったけどさ、まあしかし俺悪ガキだったから結婚しりペンペンされたな。うん、まあ、できなく悪い子ほど親は帰っていいしね。なんか、お前だってな、お母さんからお尻ペンペン見ろ、張り切るのもほどほどにするもんだ。うん、すまなかった。お前がいつもとで突っ張ってんのかと思ってさ。いいんだよ。うんうん、こっからならもう一人で帰れるだろ。うん、こっからだったら大丈夫。そんじゃ、大丈夫。うん、大丈夫。風邪ひくなよ。うん、どうもありがとう。でもそれは金八先生としては大きなミスだわね。はい、いや本当に穴があったら入りたいような心境です。いくら興奮してたからって家庭調査票で親がいないって分かってる生徒に向かって自分の親の自慢をするなんて、あれですね、本当はもう完全に急死しかけです。海援隊があんな余計な歌を歌わなきゃ、あんな歌はこんなことにならなかったんだな。もうお母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはお姉さんでした。お姉さんは何から何までふるさとそのものです。今ここでこうして静かに目を閉じていると、お姉さん、あなたの優しい声が聞こえてきます。こら、掃除。南橋をとかいな、この子はてれっとして、早よ学校行ってこんか。近所の人から不良の息子、不良の息子って言われおろうが、うん、本当は目の綺麗な優しい子やないか。そんな不良の真似ばっかりしとったら、天国にいる母ちゃんはぐっすり眠らねえ。それにお前、気持ち悪い女にばっかりだまされるだろうな。人には優しくできるのだから、さよならだけでは寂しすぎるから、愛するあなたへ送る言葉。